これからゲートに収まるところです。11頭のゲートインが終わりました。落ち着くのを待っています。体制完了、スタートしました。さあ比較的いいスタート、1番のマスクとディーバ少し前の位置、2番のゴールドエクリプスじわっと前に、2番手の位置にはと4番のサブライムアンセも上がりました。1番のマスクとディーバは3番手から運びます。モズゴールドバレル、シングザットソング固まって、その直後に3番テンハッピーローズ、さらに外は11番のライラック、この両馬の間9番のウンブライルがつけています。2馬身ぐらい馬群が開きました。7番のドゥアイズ、6番のモリアーナ、そしてその後方からは浦和8番スピーディキックが追走しています。さあ各馬が外回りの第3コーナーをカーブしていきます。600は35秒4で通過。4番のサブライムアンセム現在先頭、2番手の位置に2番のゴールドエクリプス、3番手に10番のモズゴールドバレルつけています。その後並んでマスクとディーバ、そして3番のテンハッピーローズ、 3,4 コーナーの中間です。そしてその圏内外目に11番のライラック加わって、あとは9番のウンブライル、あとは6番のモリアーナ、その後方からはゼッケン7番ドゥアイズが追走しています。さあ第4コーナーカーブ、まもなく直線コースへと向かっています。一番後ろからは8番スピーディキック、さあ直線に向かった、直線に向かった、先頭は4番のサブライムアンセム、粘り込みを図ります。そして2番手の位置、現在2番のゴールドエクリプスがつけている。3番手以降の争いですが、さあモズゴールドバレル、ライラック、サリーはウンブライルなど足を伸ばしてくる。さあ間をついた、今度は1番のマスクとディーバが伸びてきた、マスクとディーバが伸びてきた、今度は一気にマスクとディーバ先頭に立った。ウンブライルが現在2番手の位置、内からはさあ5番のシングザットソング足を伸ばしてくるか、先頭はマスクとディーバ、マスクとディーバ人気に応えてゴリ、2着9番ウンブライル、3番手争いは接戦です。